りがひろみジャスティスターです。そしてやーしケンゴあっこだパキョンカススクワットコラボーション。はい、ホースネームスクワットコラボーション。はい、ということでまあ2回目なんですけど、はい、今回僕らジャスティスターの夏休みのコラボウィークの初日ということで、もうファンの方が大好評だったスクワットさんと2回目のコラボさせていただきます。はい、大好評だった。あ、もう大好評です。どんなどんなコメント来た。俺ヒゲおしゃれ、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 チビかわいいとか、チビかわいい、お前だ絶対に。お前あとラインを見分けつかない。あーこっちも来てたわ。ということで今回はですね、メンバーあのカラーがあるということで、それぞれあありますよ。もう今回ごちゃごちゃにチームを組んじゃおうということです。なるほど、ね、そうです。同じメンバーカラーのやつを殺して一人にしちまえばいいってことです。そんなことないですね。そういうこと、結果ありの階級なしね。階級なし、階級なし、試合決定、ここそのまま、試合決定、 MMA でもいいよ。やってやるよ。はい、まあ、ということでですね、今回は、まあ、メンバーカラーですね。まず赤が僕とコウタ、はい、はい、チームね、そうだ、ね、チームイケメンですね、チーム、はい、ごめん、どっちのことをイケメンじゃないって笑ったのか、笑ったんですか。いやいや、正直、どっちもイケメンじゃないでしょ。まあまあ、わかる、言わんとしてることはわかるよ。ブスナンバーワン、ツーって言われてるよ。はい、ということで、青チームがゴーキ&ハルカさんチームです。ブルーハワイチームね。バスケの監督チームじゃないですか。本当だ、バスケの監督、バスケの監督、はい、いきますね。はい、続いて黄色チーム、キユ&ヤジさんです。おらー、強いね、強いよ。俺基本的に運動はしたくないから。でもでかい系のやつは結構得意ですよね。でかい系ってないですか。重力、重力使って、シーソーとかあるの。絶対負けないじゃん。シーソーとかあんなの呼んでよ。それ以外頑張って。シーソーの競技ってなんだよ。はい、そういうことで続いてはですね、緑チーム、ヨシキ&ターさんです。はい、おマジやる気出ない。ヨシキなんで、もうあの緑でターさんってなった時点にちょっとやる気なかった。なんでなんでなんで、ハズレくじ引いちゃった、ハズレくじ引いちゃった。オッケー、お前全部やれ。仲悪いよ、仲悪いよ。なんかちょっと似てるけどね。そこは2人結構相性いいと思う。両膝コンビね。両膝コンビ、ヨシキとターが両膝コンビ、両膝コンビ、はい、ということで続いて白チーム、リュウシー&ケイコさんです。ケイコハイケメンチームね。セイコハイケメンチーム、正統派イケメンチームだね、ここは。さあ、ということでイケメンチームですね。はい、はい、そして最後、黒チーム、おぉ、ナオ&カズさんです。はい、黒チーム、黒汚いやつ、汚いやつ、汚いやつ、黒よかった、黒汚いやつチーム、汚いやつ、なんでいいんだよ。あれね、漆黒の悪魔のダッサ、もうダサい、チームになりたくねえな。いいだろ、漆黒のブラック、闇に包まれてチームね。あー、そうそうそう、はい、ということで今度は6チームできたので、はい、こちら6チーム4種目の運動会で勝負していきたいと思います。オーケー、運動会、じゃあもう最強のペアが今日決まりますので。あー、どうですか。じゃあもう早速やっていきましょう。それでは任務へレッツゴー。はい、ということで第1種目目、イーストリーゲーム勝負。ということで、ルールは椅子取りゲームなんですけど、うん、まずもう第1ステージで12人中6人削れます。えっ、ー、半分、そんなに、はい、で削れてしまった6人はもう0ポイントです。おお、だってチーム内で2人残る可能性もある。あ、そう、全然、すごっ、余裕やん、全員ぶちのめしてる。ぶちのめすんだから。という感じで、次第2ステージは6人が3人にまで削れます。おお、第2ステージ落ちてしまったら5ポイント獲得ということで、うん、で最後3人のうち1人の人は20ポイント、残り2人が10ポイントという感じなので、はいはい、まあ、とりあえず最後に生き残ってください。やばい、ということで、じゃあ早速やっていきますかね。はいはい、じゃあ早速やっていきましょう。え、そこ大丈夫ですか。作戦的にいい、作戦的にいい、周りになるね、どっちか削られるかもしれない。潰しちゃって、いやいやいや、まあまあまあ、いいですよね。何、音楽が止まったらこの中にこれ取ればいいの。なんで知らない。じゃあ音楽止まったらあそこの出口に走ってくんだよ。そう、オッケー、オッケー、これが神だよ。音楽止まったらあっちに走ってくんだよ。あんた、そう、頼むよ。俺も出てきます。じゃあ行きますよ。じゃあ楽しもうぜ。ミュージックスタート。えへへ、
こちらどうでした？あれ
ったんです。はい、はい、それでは結果発表していきたいと思います。はい、まず1位は赤チームでございます。はい、で2位がどうしても青ですね。この順番だ、この順番ということで2位白チームです。まあでも本当に僅差だということで、今赤チームが30ポイント獲得、はい、白チーム25ポイント獲得、青チーム3位ですが20ポイント獲得、はい、で、緑チーム、4位なので15ポイント獲得、はい、で、最後4、黄色と黒チームですね、うん、B は0ポイントなので両チームとも0ポイントです、ちょっと待って、新規進化したこいつら外してる、本当だ、俺らがこうやってくっついてる、はい、両端にいたし外されましたよ、そう、外されて、だから外してるから0じゃない、最後で両チームとも B で0ポイント、シュータイがさ、キーがさ、引きずられてなかったよ、ね、まあ、マジだと思って引きずってるキーが急に重くなったなんだと思ったら、この二人がマジで邪魔キーがちぎれちゃうってことだはい、ということで、じゃあ次、第3種目に進みたいと思います。はい、第3種目目は、しっぽ取りです。しっぽ取りに関しては、各チーム2回戦あるんですけど、1回戦は、もう片方のペア、でもう次の2回戦ではまた違う人が出るみたいな感じで、必ず全員出場します。で6人で対決して、相手の1本取るごとに5ポイントもらえます。1本取るごとに、でも取られちゃったら抜けてください、はい、っていう感じで取る方が大事ですね、はい、っていう感じで、じゃあ3種目目いっていきましょう。OK、はい、はい、ということで、もう早速やっていきましょう。じゃあ最後前列6人が1回戦目ということで、お願いします。行きましょう。よし、よし、よし、行け。よし。危ない、危ない。降りちゃうから。OK ですか。じゃあ準備皆さん OK ですか。
ゼロ本になった人は手を挙げてください。はい、はい、もう一人だけ一人だけ何やってんすか。ゼロポイント、あんだけ取ってきた。続いて1分取った人。はい、はい、おっということで5ポイントがあるんで、はい、すごい、ありがとう。で、2本取った人。はい、はい、俺的に9、はい、はい、嘘つけ。10ポイントですね。はい、はい、ということで、第3種目尻尾発揮は終わりです。おーい、頑張った。ヤツも取ったね。9、2本取ったんだよな。今手元に何個あるんだ、はい、2でしょ。あれおかしくない。俺の1、俺の1、7本ある。あれ待って、タワとハルカ嘘だって。タワさん出てなかった。あ、待って、タワ出てないよ。出てない。あ、おかしい、ズルしてる、ここ。尻尾のショットはマイナス10ポイントです。やばい、これはよし、いいよし、いいよ。ヒューは大丈夫ですか。2本ヒュー、何だった2本。これはカズさんとケンゴさん。これは俺が取ったよ。あれ、ちぎれちゃったかもしれない。はい、ということで、ヒエと嘘なのでマイナス10ポイント。バカだろ、頑張れよ、もっともっと嘘頑張れ。無理があるわ。はい、ということで、もう最終種目なんですけど、最終種目はリフティングということで、はい、もう一気にリフティング回数がポイントになります。なるほど、なるほど。だからもう1000回できたら、もう1000ポイント一気に1位になるんです。そんなわけでいいの。もう大逆転あります。で、ルールとしては今回ペアなので、1人リフティングできるのは3回から5回目。3回から5回リフティングした後に仲間にパスして、ワンバウンしてからまた仲間がやるのを交互に。なるほどね。じゃあまた逆転あるんだ。全然あります。ゼロですけど。あ、大丈夫、俺ら今ねマイナス5になった。マイナス5という感じで最終種目やっていきましょう。はい、ということで最終種目リフティング対決でございます。朝までやってみましょう。いや、マジで、もういい、オッケー。で、寝れないけどいい、みんな。あ、いいっすよ。いいよ、いいよ、いいよ。確認したから、また。オッケー、出ますもんね。マジで寝かせない、今日。じゃあ、準備お願いします。はい、はい、行きましょう。え、もう、ほんと、どっちで、俺は合わせるから。じゃあ、勝つ最初やれば。うん、そうですね。いや、逆、普通逆だったんだろう。で、今黒チーム、合計0点ですので、うん、1位になるには赤チーム80点を超えなきゃいけない。80回は最低でも。たった80回でいいってこと。あ、OK、じゃあもう OK、じゃあ準備お願いします。じゃあ行きます。お願いします。いくよ。はい、1、2 終了。はい、ということで黒チーム獲得ポイント2ポイント。マジ俺できない。あ、やってらんねえわこの企画。チームがダメか。え、もう一回ダメ。もうダメです、2ポイントです。はい、お疲れ様です。はい、じゃあ続いて、緑チームお願いします。行きましょう。はい、お願いします。はい、ということで緑チーム、意外に隠れてますが、10点しか獲得しません。まあ、膝だけは出すな。もう出てんじゃん。じゃあ準備お願いします。行きましょう。1、2、3、はい、危ねえ。1、2、あれ、ということで緑チーム5ポイント獲得。すいません、一回しゃがめたい。これでいいかな。膝ある。逆も行ってみる。なんで逆も行ってみる。逆は行かねえ。はい、じゃあ続いて青チームいきましょう。お願いします。はい、はい、ということで続いて青チームです。強い男。いけそうだな。はるかさんがリフティングすごいですよ。いや、はるか1人だったら1000はいける。いや、で、ゴーキも2000はいける。マジ？3000。幼稚園の時ジュニアユースに選ばれた。あ、ジュニアユース。これ、はるかさんが上手いと思ってるじゃないですか。ここで見せます。え、マジ本当に3000とかあります？2人3000は余裕です。え、いいのね、逆に。ずっと待っててね、じゃあ。待っていますね。じゃあ、はるかスタートで見せてくれたらいいんだよ。そうですね、勢いだけ頼むよ、ほんとに。数わかんなくなっちゃうから。数えろ、自分で。じゃあ、やっちゃいますか。はい、じゃあ、お願いします。3、4、5。うまい、うまい。1、2、3。おっしゃ、いいよ。1、2、3、4。いいよ。1、2、3。いいよ。40、50、51、52。え？
ゴジさん、ゴジシゴジラ、ゴジラ、そう。え70暫定1位で103ポイントなんで分かったよ、落ち着いてた、はい、じゃあ続いて白チームお願いします。はい、白チーム続いて白チームです。お願いします。はい、白チームは今55点ですので、はい、青チームに勝ったのは48回リフティング最低です。48回ね頑張ります。いやだから結構赤が突出してて2番手みたいな立ち位置だから一番やりづらい。リュウシのあの見た目で下手なわけないよ。確かに上手い人だもん。めっちゃうまそう。一番下手なあれで下手だったらかっこ悪いですから。オッケー、そういう流れに了解。じゃあ行きましょう、お願いします。じゃあ1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。はい、中途半端な11。はい、じゃあ続いて赤チームいきましょう。よっしゃ。はい、ということで続いて 赤チームでございます。はい、とりあえず3回やって上で上で上で上げてるな。マジで負けられないです。1位取ろう。はい、やっていきたいと思います。いきましょう、いきましょう。はい、それでは赤チームお願いします。ダイヤ警告プレッシャーに弱いです。まあ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 、もうスタッフ大丈夫。5、6、7、8、9。あ、かかかかけ、よし、20、23、24! ということで24ポイントで104ポイントで今暫定1位です。はい、ちょまだ俺ら1位じゃないんだから。あ、そっか、ちょっと忘れてたんですけど黄色チームまだやってなくて。せい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 、大丈夫。いや、マジでやりました。マジバカだ。俺、青チーム倒したからもう24でやめちゃったんですよ。そう、今僕ら、104点、合計で、はい、合計104点なんで109回以上できたな。そういうことになっちゃう。ちょっと完全にミスですよ。いや、まあでもいいんじゃない、チャンスを与えよう。じゃあ最後、109回以上できたらもう1位なんで。じゃあ黄色チームお願いします。はい、やべ、やっちゃったなこれ。はい、ということで黄色チームの、絶対いないっすよ。ヤジさんからあ、ちょっとね、こっちから見せますわ。一応一応やめーよ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。なんかおかしい。上からボール落ちてきた時に目の前にスプリンクラーみたいなのがシャッって出てきて、おかしいな、おかしい。なんでダダ褒めてる。難しいです。何回、黄色チーム4回でございます。最悪。まだ結果発表まで分かんないから。そうですよね。はい、ということで結果発表、まずは1位からの発表です。お、合計104点。ライオ高田チェーンです。はい、最高っすよ。もう圧勝やん。多分コメント欄結構俺らの賞賛来ます。かっこいいよ、絶対来ますから。そんな来る、ね、いや来ないよ、だって顔がダメダメだもん。じゃあお前らオリアンティーの顔ダメダメだもん。はい、ということで続いて、2位はですね、惜しくも1位と1点差、103点青チーム。よく追い上げた。一発目がすごかった。やっちゃいましたね。そうだね。はい、ということで、続いて第3位66点白チームでございます。2倍、ね、最初の勢いは半端なかった、ね、ガリガリにしては頑張ったね。一番微妙なところ。はい、コメントも微妙ということです。はい、ということで続いてはですね、第4位15点緑チームです。一気に少ない。よく頑張った。はい、頑張ってますよ。じ
次こういう機会あったらちょっと片膝直してくれるはい、こいつ接骨院行きますこれは膝折られて膝折られてはい、ということで第5位2点で黒チームでございます。黒チームか、俺村チームだ、なおかつだ、村チームだ、なおだけ黒、え、俺今日黒なの？今日黒っす。え、先言ってオープニングで。いや、メルビア失格のなんとか。どうだ、俺やってたの。はい、ということで、ビリは、マイナス1点で黄色チームです。おー、マイナス1点。あ、ちょっと、ビリ。ビリです。マイナス1点。え、ゴルフじゃないこれ。そうです。マジでないゴルフだったらいいよ。ゴルフめちゃくちゃすごい。1位でしょ、1位でしょ。ゴルフじゃないの、違います、ゴルフじゃないから言うてるから、そんならね、戦い方変わってきてる、ドラゴンゴルフって多分今日初めてだって、ゴルフだと思ってきてんだからこっちは。はい、ということでまずはお疲れ様でした。ありがとうございました。ということで概要欄にもスクワットさん側の動画がもう上がってると思う、はい、ぜひ見てほしいですね。もうとんでもないことでしょ、やばいことになってたね。ヨシキは泣いてたね泣いてましたね、ヨシキは泣いてたねという感じで、これからもぜひコラボよろしくお願いします。お願いします、お願いしますという感じで、ぜひ僕たち、2組ともチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。それでは次の動画で、ね、バイバーイ。最後まで動画見てくれてありがとう。コラボウィーク初日はスクワットさんでした。前回同様、今回もめちゃくちゃ笑かしてもらいました。コラボウィークは明日以降も続きます。皆さん全部見てください。それでは次の動画でバイバーイ。